皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではペルソナ4、鈴木からやっていきましょう。さて、明日も早いから寝るか。明日からの散策に備えて今日は早く休もう。12月7日、曇り。今日は昨日の仕切り直しだ。放課後になったらみんなで向こうの世界へ行こう。やってみるけど、リセちゃんに無理なら枯れ果てたクマなんぞ到底。まだ枯れちゃいないよ。確かにあのアダッチーの匂いはすれど、姿はトントキリの中クマ。アダッチーって、そんな風に呼んでたっけ、クマちゃん。クマ、ダメなの？そんな目で見られると、何が何でも嗅ぎ当てなきゃダメ、クマな予感。ここがクマの踏ん張りどころ、クマ。お、なんか出そう。なんだこれは、スーパーサイヤ人になるのか、スーパークマになるのか。クマさん、どこ行くの。おい、あんまうろうろするなよ。そのまままたいなくなっちまいそうだ。おい、どこ行くんだい。あれ、こっちから感じるクマ。あれ、こっちって、あだちか。こっちってなんかあったっけ。これ陽介のシャドウが出たところだっけ。なんちゅうかぼんやりとしていながら、それでいてスケールがでかい歯ごたえ。何それ、怪しいクマね、匂うクマね。まあ調べてみる価値はありそうだね。でもおかしいな。なんでよ。こっち確か最初に先生たちが3人で入った場所。あ、そうだよね、やっぱり陽介のシャドウが出たとこだよね。あ、そうか、ここって私とクマちゃんと陽介でしか行ったことのないとこか。最初に入った、一番最初って。あ、なるほど、小西先輩とかいたからそこの場所に足立さんいるってこと。ああ、あの顔切り抜かれたポスターとか貼ってあったキモい部屋か。え、あれ伏線だったの、もしかして。やっぱ誰かいる、クマ。クマ、やっぱあんたすごい。ちょっと、このパートの実況終わったら、私最初のパートというかそのパートをちょっと見直す。たまたまうまくいった、クマよ。最初に先生たちを見つけた場所だったから、なんか匂ったクマよ。そっかそっか。え、匂ったって、それ確かあそこで花村トイレ我慢できなくなって。え、それまだ残ってるの。え、それまさか漏らしたとかって話。やだ、聞きたくない。話でかくなってるから、てか漏らしてねっつの。ざっとなんかそういうカテゴリーの話を適当言いふらすんじゃねえよ。ほら、昔のことだから記憶がさ、曖昧っていうか。まあ結構経ったもんね、あの頃から。んじゃあ、みんな曖昧な話もそれくらいにして、曖昧ミーについておいで。なんつって。なんか言おうと思ったけど、やめたわ。
あーでもユキコちゃんは通常運転だった。よかったねクマちゃん。はは、久々だねユキコのそれ。積もる場所は相当どうかと思うけど。戻ってきたクマちゃんの力で明るいムードが戻った。そして真実にまた一歩近づいた。今回早いな。真実を追う仲間たちがランク7になりました。なんだったっけ。くそ。あ、その声は目かけてやってたのに不倫なんかしやがって。足立さん。誰だ。うわ、こんな足立さん知らない。こんな目の足立さん知らないよ。ああ、お前らか。しつこい奴らだな。いやいやいや、今までのおっちょこちょい警官のあたしさんどこ行っちゃったのよ。山野真由美を殺したのか観念しろ犯人はお前だ。もう全部当てはまるよ。観念しろあたち。何のことだかね。あんたがやったことを私たちは全て知ってるんだよ。ごまかそうったって甘いんだよ。この場所にいることそのものが証拠だ。答えろ。お前が山の穴をテレビに落としたんだろ。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。やだ、こんな足立さん。誰よ、あなた。こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何？そんな詰め寄ったら。ニュースでやってるの本当ですか？あなたが不倫してるとかって。嘘ですよね、あんなの。足立さんさ、この人の熱狂的なファン？確かみんなが言ってた熱狂的なファンが いたとかそんな話してたけど、その一人もしかして。そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。そっか、否定しないんだ。ただの嫉妬じゃん。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。足立さん、クズのクソ野郎じゃん。なんなのあなた。人を呼ぶわよ。え、というかこの人、足立さんが警官ってこと知らないの？ああ、うるさい。うるさい、うるさい、黙れ。あんたさ、一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。うわ、警察らしからぬ言葉。何をする気？あ、落ちた。え、足立さんこれあるってこと知らなかったの？え、じゃあ足立さんここで何しようとしてたわけ？ここユキコちゃんちが経営する旅館でしょ？すごいな。完全に入っちゃえるんだ。あんなとこ夜中は誰もいないし、都合よかったよね。うちのロビーから、そんな。やっぱユキコちゃんの旅館だよね。
真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。そういうのも集まるんだ。なんか聞き流されそうな感じはしそうだけど。でも画面を触って力に気づいたのは偶然だった。声出して笑っちゃったよ。すぐに思った、こいつは面白いことになるってね。山の真弓で実験したってことか。いいや、僕はもっと純粋な男だよ。どこが純粋よ。そんな目してる人は純粋って言わないよ。僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。うわやだ、この人ストーカー気質かもしんない。そうだよ、どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。でも怖い思いをさせようとしたよね。させようというかしようとしてたよね。それを真由美といい、あの女子高生といい、無駄に暴れるから。ちょっと待って、陽介のお前でその話は。小西先輩もやっぱりお前なのか。小西？ああ、小西咲とかだっけか、名前。はじめは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし。というか、真由美真由美って、やっぱりこの人熱烈なファンだったんだ。万が一なんか見たとかだったら、ほら、聞いとかないとね。で、ちょっと優しくしてやろうと思ったら、ガキのくせにあいつ。やだ、足立さん、過去に何があったのよ。いや、こういう過去ではないけど。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。ダメだよ足立さん、それは。そして小西先輩ナイス。僕とは嫌だって？それなら僕にも考えがあるけど。いや。ったく何が女子高生だ。世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。面白い。泣いている死を超え、そうしたら出してやる。なあ、こんなヤバそうなとこ誰が入るかって。足立、そして入ってるけどね。さすが細身の女子高生は楽だったよ。というか足立さんを演じてるさ、マグロさん、こういう役すごい合うね。おいおい、僕の身にもなってくれよ。テレビの中が危険だとか知らなかったし、殺す気なんてなかったんだ。みんなね、そういうことを言うんだよ。殺す気はなかったとか。あなたも警察なら知ってるでしょ。私は警察じゃないけどわかるよ。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。自業自得さ。僕なんか悪いことしてる？全部勘違いです。ふざけんな！こっちへ人を入れりゃ死ぬって
山の前見ん時に知っただろ。はぁ、たく、知ってたら何だっての。うわ、もう開き直ったよ。生止めもお前が騙してたのか。小西先の後は何をした。いや、これ明日気になるな。何もしてないよ。あとは生ためだろ。本当か。生ためのやつは小西ってこの死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ、二人も死んで警察も忙しくてさ、出たのたまたま僕だったんだよね。生ためは警察に相手にされなかったと言ってた。そういうことか。そうだよね、出た相手が足立さんだったら。それは違うな。僕じゃなければ相手にしなかったろうけど、僕はちゃんと相手をしてやったんだぜ。二人の死にそんな法則がね。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。生ためさんさ、そんな話信じる人いると思うの。でも本当なんです。なんとか警察の方で保護を。ダメだよ生ため、やってるのはあなたが電話をかけてる人なんだよ。あのね、そんな夢みたいな話で警察がいちいち動くわけないでしょ。面白い話だけどさ。そんな。そうだ。そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら？あ、消しかけてんじゃん。例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ。ああ、なるほどね、そういうことか。誰にも見つからない場所。ほんと犯人って頭働くよね。助けてあげればいいじゃない、今度こそね。これが本当に悪魔のささやきってやつか。忙しいから切るよ。じゃね。すげえだろ。誤解しちゃった生ためがよりによって僕に電話してきちゃうんだから。僕はちょっと背中を押してあげただけ。生ためはまんまと勘違いしちまって、お前らが救えば救うほど誘拐を繰り返す。お互い善意なのにいたちごっこがどうにも止まらない。最高。マジかよ。どうして、何が目的でそんなことしたの。目的？別にないよ、そんなの。ただ僕にはできたし面白いから。ま、それが目的？それじゃ愉快犯と何ら変わんないじゃん。快楽殺人鬼じゃん。遊び半分で殺したっての？あのさ、僕は人を入れただけ、殺してないって。それに途中からは生ためが勝手に自分の判断でやったことだろ。僕直接関係ないし。自分の手は汚さないっていうつもりか。んなもん、へりくつだろうが。じゃあどうやって証明すんの。人をテレビに入れました。日本の警察舐めてんの。ひどいやつかな。けどまさか僕のことを突き止めるとはね。
直人くんがいいこと言ってくれたからだよ。後を押してくれたからだよ。私だって最初信じたくなかったよ。いいね、ゲームにはハプニングがないと飽きちゃうし。そういや久保光雄をやった時もワクワクしたな。じゃあやはり久保の失踪はお前の仕業なのか。いつやったのそれ。久保の件は確かに違和感があったんだ。あれだけ注目を欲した少年が特別な力を持ちながらなぜ単なる模倣行為で済ませたか。けど違った、久保には力なんかなく単にお前に落とされた。そうなんだな。テレビに人入れるの久々だったし結構ハラハラしたよ。何それ。そんな、どうして。それにだったらなんで久保からあんたの話が出なかったの。そうだね、足立さんのこと一言も話してなかったし。そのぐらいは考えて動くさ、刑事なんだから。署のテレビのある部屋に通して部屋の電気をいきなり消して動揺してる間に一気にやった。うわ、コナンみたい。コナンや金田一やん。やる瞬間さえ見られてなきゃ万一助かっても向こうでの体験談なんて誰も信じない。つってもそれ以前に久保のやつ何が起きたかも分かんなかったろうな。待てよ、署の部屋でって。久保はね、実は早々に自首してきたんだよ。まだ指名手配どころか目星もつかなかった頃だ。けどよくあるいたずらと決めつけられて厄介払い同然で僕のところへ通されてきた。そりゃそうさ、だって連続殺人事件は全部僕がやりましたなんて子供に言われてもね。でも僕はまずいと思った。まさか進んで罪をかぶりたがる奴が出るなんて想像してなかった。ちょうど警察が手柄に飢えてる頃合い、もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ、ゲームが冷める。だから周りに帰らせましたって言ってとっさの思いつきでテレビに入れたんだ。警察内部の犯行怖いんだけど。これ現代でもこういうのないよね。ゲームが冷めるってそんな理由で放り込んだっていうの。そういうの人生で大事だろ。けどお前らまたまたうざく邪魔してくれたよね。おかげで久保のやつ改めて逮捕されてまんまと真犯人扱いさ。痛いの真似方とかあんなお粗末だったのに。ま、でも生ためは救うのやめなくて結果オーライだったけどね。生ためのやつ救うことによってたのかね。バカなやつだよね。まるで遊びじゃねえかよ、んなことで人を。小西先輩を、てめえ許さねえ。許すとか許さないとかどうでもいいよ。どうせこことあっちの世界はもうすぐ一緒になるっぽいし。え、それ足立さんもわかるの。感じてないの。霧が出てあっちはもうダメだって。時期にもっと同化して区別がつかなくなんだぜ。何言ってんだこいつ。こいつ本体じゃないよ。ええ、この人シャドウなの。足立本人は別の場所にいる。でもその割には目が金色じゃなかったけど、目つきは悪くなったけど。でもこいつ単なるシャドウとは感じが違うクマ。暴走の気配がないっていうか。すごいすごい、そこまでわかるんだ。ここにいる僕は君らの出迎えみたいなもんさ。わざわざ追いかけてきてご苦労ってね。僕はこっちの世界に随分と気に入られたみたいでさ。
全てを得た気分だよ。それで最終的にこの世界に、この世界と一体化したりするんじゃないのかな。怪物どもも僕を襲わないんだよね。目的が一緒なのかな。シャドウたちの目的。この街は今年の暮れ近く霧の中に消える。もうすぐここが現実になるんだ。僕はこっちの世界にいるから、僕を捕まえようってんなら来ればいい。世界の意志にどっちが選ばれるか決めようじゃないか。やってやろうじゃないの。私たちはいくつもの困難乗り越えてきたんだから。世界の意志だ？うだうだうるせえんだよクソが。今ここで決着つけてやら。え、消えた。バーカ、本物はここじゃないって言ったろ。何、ホログラムみたいな感じ。必ず来なよ、決着つけにさ。世界の意志とか、こっちと現実が同じになるとか、どこまで本気なんだ。でも、それ以外の自供は一貫してました。ただの妄言じゃないと見るべきでしょう。なんだか、こっちへ来た後で大きな力を手に入れた感じ。というより、それに支配されたのかもしれないクマ。誰か乗り移ってたりとか、そういうのはない？なら、世界が同じになるって本当に起きるのかな。確か、今年の暮れ近くって言ってなかった？もう暮れ近いやん、1ヶ月もないよ。それってどうなるってこと？多分、こっちの世界に飲み込まれるってこと、クマ。町の人が変なの、みんなから出たシャドウが暴走した時と似てる。霧がもっと濃くなって街を完全に閉ざしちゃったら、あっちの世界もシャドウだけの世界になるかも、クマ。そして被害者とか死者とか増えるってこと？人間がみんなシャドウになっちゃう。クソクソ、あんなやつに。なんでだよ、必死にやってきたのに結局あいつの手のひらの上ってことかよ。決着をつけよう。ああ、いい加減蹴りつけようぜ。こんな思い、もうごめんだ。なんだなんだ。通れる場所ができてる。え、ここ入るの？怖いんだけど。いびつなタイムマシーンみたいになってんじゃん。多分足立はその先、恋って意味だと思うけど。上等だぜ、今すぐ突っ込んでやら。待ってください、まず準備が先です。あ、ということはレベル上げか、久々の。あんな奴に二度と煮え湯を飲まされるわけにはいかない。全力で臨んで確実に倒すべきです。暮れ近くってのがいつか気になるけどさ、あんなやつにビビってる場合じゃないよ。そうだよ、力は持ってるとはいえど同じ人間なんだから。ま、人間かどうかわかんないけど。準備やりすぎってぐらい整えて、あたしの顔面に靴跡つけてやろ。みんなの力を合わせ、真実への道が目前に開いた。真実を追う仲間たちがランク8になりました。ついに突き止めた意外な真犯人。町が霧に閉ざされるのは暮れの近くのある日。それまでに必ず決着をつけなければならない。万全の準備で臨もう。
った。そうか、ペルソナでよく流れたんですよ。流れたというか YouTube で曲とか見たりとか聞いたりしてるときに、世の中クソだなっていうシーンにすごい驚きました。だってあれ足立さんのセリフだったのか。いやー本当にどうなるんだか、それは12月4日になるのかな。そろそろ期末テストの結果発表も近いのかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。